こんにちは、僕ホッキョクグマのポール。北極に生きる生き物、人間、地球にとって北極の気候変動って大きな問題なんだ。この問題を解決するためにいろんな国の人が努力しているってことをみんなに知ってもらいたいな。海の氷が少なくなっているだけじゃなくて、北極の温暖化は急速に進んでいるよね。グリーンランドの氷床もアラスカの氷河も小さくなっているわ。なんで北極ばっかりこんなに急に変わっちゃったの？北極の氷は海の上に浮かんでいて薄くて溶けやすい。それに北極は人間が暮らす大陸に囲まれていて、温室効果ガスや排水などの影響も受けやすいからなんだ。僕たちの暮らす場所がなくなっちゃうと困るよ。そうね。それに世界中で起こっている異常気象にも北極の温暖化が大きく関わっている可能性があるのよ。北極に世界の科学者たちが注目し始めている。陸や海、そして大気などいろいろな分野で研究が行われているよ。みんなが力を合わせて調べているんだ。世界の科学者たちが力を合わせて観測している国際村が北極にあるんだ。それがスバールバル諸島、スピッツベルゲン島ニーオルスンだよ。スバールバル諸島はノルウェーという国にあるけれど、いろんな国の人が自由に活動できる島にしようと取り決めたスバールバル条約が約100年前の1920年に決められて、その後ノルウェーの呼びかけで国際的な北極科学研究の中心地になったんだ。地球温暖化を食い止めるためには国境を越えた研究や協力が欠かせないからね。日本ももちろんその一員さ。北極にはかけがえのない大自然だけじゃなく、いろんな問題もいっぱいだってこと分かってくれたかな。でも解決のための時間は実はあまり残っていない。みんなが大人になる2040年には夏の北極海から海氷がほとんどなくなってしまうという予測もあるんだ。だから今日本はたくさんの研究者が協力して北極の研究に立ち向かおうとしている。さまざまな分野の科学者たちが一丸となって真に地球の未来のために考え行動しているんだ。いつか大人になったら君にも研究チームに加わってほしいな。みんなも北極の環境変化について考えてみてね。それじゃあ。